メグロハスとラウールのジャニーズ愛炸裂ブログで反対率。平野紫耀が脱退前に明かした本音が再び物議に。9月18日、有料会員サイト、ジャニーズウェブ、内のブログで、スノーマンのメグロハスとラウールが投稿した内容が賛否を呼んでいる。滝沢秀明の退社後、ホワイト事務所に メグロさんは去年くらいからオファーがあるとタレントに相談してくれる体制になったと、綴りただの商品ではなく一人の人間として丁寧に扱ってもらえていると現在のジャニーズ事務所やスタッフに感謝していました。ラウールさんもパリコレへの出演希望を事務所が叶えてくれたことなどで、事務所内で不自由な瞬間は本当にゼロに近いとジャニーズ愛を語ったんです。 ジャニーズファンの女性、ブログを公開された後 SNS 上では、こう言葉にしてくれて、そして事務所との連携を教えてくれて、ただただついて、いくよ、の気持ち。これは素のだけじゃなくてすべてのジャニーズファンの力になるようなそんな内容だ、よ。本当に素敵な事務所だね。と、メグロとラウールの投稿に元気をもらったというファンが多く見られた。一方で、 やっぱり一年くらい前から体制が変わって自分の思い通りならない人たちが辞めたの、ね。金目は滝沢秀明の支配下じゃなくなって自分たちで仕事を選択できるホワイト事務所になったってことで、OK。と、目黒が去年くらいから体制が変わったと綴ったことで、昨年事務所を退社。 やめじゃにの受け入れ先となっている株式会社ト辺を立ち上げた滝沢秀明がいなくなったことが、ジャニーズが変わるきっかけになったのではと推測する人も。二人の投稿を受け、今年5月にジャニーズを退場した平野市用が、ジャニーズウェブで最後に投稿したブログの内容が再び話題になっている。 平野さんはめちゃくちゃ大変でしんどくてムカつくことも多かったけどと綴った、あとジャニーさんの目標を叶えられなかったことに対してただできないと言われたら仕方がないと事務所への不満を匂わせていたんです。しかし今回、メグロさんとラジュールさんが侵略に近い、ジャニーズのホワイト企業ぶりを明かしたことで、平野さんのファンとジャニーズファンが対立しているんですよ。前でジャニーズファンの女性。 SNS 上では、ファン同士が歪み合う、メグロラウールのブログが、かっこよくて、平野仕様の最後のブログのクソダササガより際立っちゃう。案の定メグロとラウールのブログを事務所に書かされたと騒いでるのが街頭単ではなく平野のとべベタン。メグロハスとラウールは完全に滝沢秀明と決別することを選んだ様でこりゃファン同士が歪み合うわけだ。 テレビ局関係者は、メグロとラウールのブログ内容をこう注目する。広告に起用していた企業がジャニーズタレントの起用を見送りするなど逆風が吹き荒れている。ため滝沢さんがグループの名付け親であるスノーマンも、飛べ、に移籍するのではと噂されていました。しかし今回、二人がジャニーズ用語とも思えるブログを投稿。 さらに滝沢批判とも思えるような内容だったことで、業界関係者やファンに向けて移籍はしないとアピールしているように感じましたね。9月21日、スポーツ紙各社は、ジャニーズ事務所が社名変更の方針を固め、同事務所とは別会社を設立。全所属タレント、社員を移籍させて再建を図るのでは、と報じた。 ジャニーズタレントを広告に起用している企業にはタレントが移籍をすれば契約解除しないという方針のところも少なくありません。スポーツ紙の報道通り、全所属タレントが別会社に移籍するのであれば、CM やテレビ番組もこれまで通り出演できる可能性が高いですからね。 メグロさんやラウールさんはジャニーズに残った方が自分たちのやりたいことができると判断したのでは、同テレビ局関係者。9月17日にはモドキスマイフと2の北山博光が飛べ、への遺跡を発表するなど、ジャニーズ退社ラッシュが起きると思われていた。だが、メグロとラウールのブログ内容を見ると、退社ラッシュは免れそうに思えるが果たして、